ただいまより市長定例記者会見を開会させていただきます。それでは発表事項につきまして市長よりご説明をいたします。市長よろしくお願いいたします。じゃあ改めてこんにちは。今年ももう残すところあと数日ということでですね、この時期が来たんですけれども、千葉市政の重大ニュース平成27年ということでですね、その決定いたしましたのでお知らせをしたいというふうに思います。第1位がですね、東京オリンピック・パラリンピックの幕張メッセが7競技の会場に決定というところでございます。で、昨年、点数、市の幹部とそれから市政記者の皆様方の投票による点数を公開しはどうかというお話がありましたので、今年から公開をすることにいたします。2番目が指定廃棄物長期管理施設詳細調査の方針として千葉市内の任意打ちが選定されましたけれども、それに対する再協議の申し入れ、そしてまた詳細調査の受け入れ拒否というようなものになります。3番目がこれも年末になりますけれども、国家戦略特区に千葉市が追加してということで、幕張新都市の中核とした近未来技術実証タウン化都市の構築へ。4番目が幕張でレッドブルエアレースが日本で初開催。5番目が千葉パルコが平成28年11月末での閉店を発表。で、6位が3件同点でありまして、1つが焼却ごみ3分の1削減の目標を達成。2つ目が一律海浜病院心臓血管外科手術における複数の死亡例が発生。3点目が車椅子スポーツアジアオセアニアチャンピオンシップの開催です。で、9位に中国での局地的な突風による多数の家屋被害の発生。10位に幕張海浜公園内での仮称 GFA ナショナルフットボールセンター設置に向けて県と協会が基本協定を締結。で、10位には入らない時点として千葉経営平成29年の末の事業廃止に向け関係機関等と調整へということでございます。では1年振り返りますとですね、今年の1年間は本当に長かったなという感じがいたします。普段はという間で短く感じましたというケースが多いんですけれども、今年は少なくとも私にとってはですね、大変長く感じた1年になりました。重大ニュースを選ぶ時もですね、こんなにあるのかということでですね、例年に比べると何か 1.5 倍、2倍ぐらいですね、この重大ニュースに入ってもおかしくないようなものが多かったのかなと、そういうような感じがいたします。そういった中でもこの中に入ってますけれども、オリンピック・パラリンピックであったりですね、もしくはこの車椅子スポーツのアジア・オセアニア・チャンピオンシップといった形でですね、スポーツ、そしてまたパラリンピック、私たち千葉市としてはですね、この車椅子スポーツの聖地を目指すということでですね、取り組んできた中で、今年パラリンピックが決まり、そして5月のジャパンパラであり、そしてこの10月のアジアオセアニアチャンピオンシップ、そして OX エンジニアリング上の天皇皇后両陛下の視察でご訪問も含めてですね、今年1年間これほどこの障害者スポーツ関係でですね、ニュースが盛りだくさんというのはさすがに想像しえなかったところであります。大変チャンスを生かしていきたいなと、そういうふうに思います。それからまたですね、我々海辺に力を入れている中で、グランドデザインの作品を進めてますけれども、レッドブルエアレースの幕張での日本初開催ですとか、また幕張に関する明るいニュースですとか、そういったものが一つ大きかったのかなと思います。それからこの中に焼却ごみ3分の1削減というのがありますけれども、これについてであったり、また保育所の待機児童2年連続ゼロであったりですね、そうしたこれまで取り組んできたものがですね、しっかりとしたゴールであったり、数値として結果が出せたものもですね、大きかったのかなと思います。で、一方で、任意の指定廃棄物の問題であったり、また突風被害であったり、こうしたですね、事件というようなですね、そうしたものもたくさんございました。ここには入っておりませんが、年初には IS によって湯川さんが拉致殺害されるという、我々千葉市にとっても痛ましい事件もありましたので、そういった意味では、そうした事件も、事件、それから災害ともあった年でありました。いずれにしても、今年1年が大変動きの多かった1年でありまして、これを来年に私たちはつなげるためにですね、努力をしたいというところでございまして、今年1年間の振り返っての自然重大ニュースの発表でございました。それでは幹事社さんよりご質問をお願いいたします。
経営新聞下山です。よろしくお願いします。改めての重大ニュースなんですけども、この順位をご覧になって市長の感想を教えてください。そうですね、まあ、なんとなく前の出席記者と私たちのこのによる投票の中で、ある程度納得はある形ですよね。本当にそういう意味で衝撃的なニュースと、それから今後に向けた明るいニュースと、もうそれがどれも濃いレベルで混合している順位かなと。この下多分20位以内のものを入れても、例年だったら10位以内に入っているようなものがたくさんありました。順位は下位の方でもですね、市長ご自身の中ではもっとこのニュース、ベスト5で組織に行ってもいいんじゃないかと思うようなニュースという声もございますか。私なんかやっぱり消却ごみ3分の13減ですよね。これにかかってきたエネルギー、年数、そして達成の困難度、これを考えるとですね、明らかに今年のニュース、どうしてもその、もうその去年の段階で手数料徴収制度の導入というのは非常に大きなものがありましたし、今年の4月ということで、なんとか規定路線でもあったんで、これぐらい順位が下がるのも納得ですけれども、ただここ10年の中においても多分トップ3に入るぐらい行政にとってはですね、大変重要な、しかも目標達成だというふうに思いますので、私にとってもこれは大変前市政から引き継いだ大変重たい課題であり、また市民の皆様方、これは我々行政や関係者だけが努力しても絶対達成のできない96万市民の、市民お一人お一人の積み重ねで長年かけて達成した、大変大きな金字塔だというふうに思っていますので、私にとってはこれがこの5年間における多分1位ですね。はい、じゃあ最後にもう一点お伺いします。重大ニュースでも2位に入ってますけども、指定内の関係なんですけども、14日の日に、回答環境省の方がありまして、回答文を改めてその制度精査なさったと思うのですが、そのお読みになって何かこう変わっ、お考えが変わった部分、変わらない部分もございますでしょうか。そうですね、基本的にはもうこの間やり取りしてきたことの結果の回答だったというふうに思っていますので、あの時副大臣がお越しになって私が申し上げたことについて、基本的に変わるものではないというふうに思います。日経新聞の小田です。よろしくお願いします。ちょっと気が早いんですけれども、年明けからまた1年始まりますけれども、その来年に向けて市政の課題とですね、と来年中にこう成し遂げたいものを市長の中でございましたら、そうですね、まず1点目はですね、大変こう難易度が高いわけですけれども、やはり地域包括ケアの問題だと思うんですね。高齢化がどん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 進んでいき、そして私たちもこの地域包括ケアの推進課という新しい課も今年度作った中でですね、やっぱりもう残された2025年問題と言われている時間まで、あとわずかですから、この健康寿命の延伸であり、そしてまた地域包括ケアというものが、どれだけ来年、なんとかいい方向に進んでるなと言える状態まで来年持っていかなきゃいけないなというのが1点ですね。2点目がオリンピック・パラリンピック、特にパラリンピックに向けたこの準備、もう実質4年とちょっとしかない中で、来年がそういう意味で勝負だというふうに思っています。で、3点目が千葉駅周辺のグランドデザイン、そして梅のグランドデザインという2つのグランドデザインの策定が行われて、そして駅ビルが、駅舎が実際に建て替わる、また海辺に各地施設がオープンいたしますので、この2つのグランドデザインが、うまくいくかいかないかも多分来年に大きくなる、この3つが特に大きいのかなと思います。2つ目に挙げていただいた中でパラリンピックの話を聞いていますけれども、先ほども、車椅子スポーツの聖地と話をなさいました、はい、熊谷市長が描かれている車椅子スポーツの聖地というのは具体的にどういったもので、今後インフラ整備も含めてですね、今後どういう準備を進めていきたいというふうにお考えでしょうか。はい、まず第1はですね、その今のままだとまだまだその生じて障害者がスポーツやっていて、
その障害者のスポーツの機会をみんなで作ってあげないといけないっていう発想だと思います。多くの人たちにとってそうではなくて、健常者が障害者スポーツをやることもあるし、障害者と健常者が混合で同じフィールドの中で競技をしたりすることもあるし、競技という空間を超えても交流することがあるしということで、まあ、そういう時代を作っていかなければいけないというふうに思うんですね。そういう意味でその対等であり、障害があるとない、問わずですね、スポーツを通して交流する文化を作っていかなきゃいけないということで、ゴールはやはり、車椅子バスケの健常者チームが千葉市でたくさんできたり、混合型の大会とかが行われるようにまで持っていくための環境整備をやはりしていくことだと思いますね。だからできる環境を増やさなきゃいけないというふうに思います。関連なんですが、そのインフラ整備の面で言いますと、その街のバリアフリー化とかですね、その辺に具体的には今後どういったところを取り組んでいただきたいとお考えでしょうか。そうですね、これからパラリンピック、オリンピックともにですね、このバリアフリーの基準が示されてきますので、まあ、その計画に基づいて、街を中長期計画の中でですね、バリアフリー化さらに進めていくということだと思います。だから街としてのバリアフリーもそうですけれども、それだけではない障害者スポーツをするにあたってのさまざまなバリアもありますので、それらの解消に主として取り組んでいくということだと思います。他にご質問はございますでしょうか。共同通信の篠原です。ありがとうございました。2点伺わせていただきます。1点目は4位に入ったレッドブルエアレース、はい、これは12マイルで完勝を集めて大成功だったと思うんですけども、成功したから来年もという声はすごい上がってますけど、現状とですね、次回どういう状況を、現状とですね、いつ決まるのかとか、その辺はスケジュール的なものが分かっている。はい、我々も当然一回こっきりのつもりはないということは当初に申し上げてますので、我々は来年も開催するべく努力をしております。で、実行委員会の方で現在最終調整中というふうに聞いておりますので、まあ、結果を待つというところでございます。遠からず決まるのではないかなというふうに思ってます。そうだから来年もし開催すると、その去年を生かして何をどういうふうに考えますでしょうか。もう我々やっぱりどうしても前回はですね、とにかく成功させることが全て大事だったので、それに中心でしたけれども、もし仮に2回目を千葉でも開催していただけるのであればですね、やっぱり我々はやっぱり街全体としてやっていくということだと思いますね。そのイベント当日だけではなくて、そこに至るまでの間に、まあ、学校であったり地域の方々にそのレッドブルエアレースというものを身近に感じていただかなければいけませんし、街を挙げて応援もしたいと思いますし、さらに言えばレッドブルエアレースのような、まあ、世界最高峰のその空のレースが開催された街としてですね、ソフト的なものも含めて、まあ、実行委員会とも連携しながらやりたいなというふうに思います。ありがとうございます。2点目なんですけど、先ほどから質問が変わってシティハリの関係で、はい、市長としてですね、なかなか福島でエコテックでシティハリの経由が決まった一方で、千葉市含めて千葉県含めて5県ではですね、進展する様子が見られていると。その全体状況をどのように捉えていらっしゃるのかということですね。あと僕は夏頃に一度伺ったことがあります。福島渋谷区論という話を当時伺ったんですけども、まあ、今はまたですね、福島に持っていくべきだというご指摘をする方も一部にはいらっしゃいます。市長として改めてその福島収容区の全体と福島収容区のどのようにお考えでしょうか。お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。まずやっぱり当時その閣議で決定されたその方針について、千葉も含めて、まあ、各県で、まあ、うまくいっていないという状況でありますので、そういう意味でその各県一箇所集約というものについて の、まあ、その
必要性であったりですね、各地域の理解というのがやっぱり違うんだというふうに思うんですね。で私たちはやっぱりそれは見直すべきではないのかというふうに、思っています。で2点目の質問にも関係してくるわけですけれども、少なくとも私たちはですね、あの分散補完、あの嫌だと言っているわけではなくて分散補完を主張しているというのが私たちのスタンスでありますので、あの福島に、集約すべきだというのを、まあ、福島の方がおっしゃるのはこれはあのご自由だと思うんですけれども、少なくとも我々がですねそういうことを申し上げるというのは、まあ、不適切だというふうに、思っています。まあ、そういう中で、動かさない、中での安全性の確保というのが私たちの主張、あの主義主張だということですね。補足で不適切というのはどういった意味からその不適切だと捉えられたんでしょうか。やっぱり福島の方々からすれば今でも大変なこう苦しみにあるわけでありますので、まあ、そういうような環境の中でですね、それぞれの各県に保有されている指定廃棄物を、まあ、福島に集約すべきだということに関してはですね、やっぱり福島の方々の受け止め方、まあ、様々あろうかというふうに思っていますので、それは私たちから少なくとも自発的にそうすべきだというふうに言うのは、私は適当ではないというふうに思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか。その千葉テレビさん。すみません、千葉テレビの吉田と申します。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは、まず5位に、入ります、千葉パルコ閉店というところなんですけれども、あの JR の駅も一場近は開通をすると、まあ、パルコも11月に閉店すると、まあ、千葉の街自体が大きく変わるタイミングなのかなという中で、市長自身は、ご自身はどのように街を変えていかなきゃいけないという。お持ちなのかという部分と、まあ、パルコの、まあ、閉店阻止という部分に関しては、まあ、パルコ側も渋っているという状況だと思うので、まあ、どういった活用をするのが魂とお考えなのかというところをまず教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。まずあのやっぱりこう現実は直視しなければいけないというふうに思うんですね。そのなんていうんですかね、時計の針ってのは戻りませんから、こう国鉄千葉駅があった時代のそれぞれ の, その地域の位置づけが何十年も経った今もこれからもですね変わらずに維持できるわけがないというのは、それまず現実として受け止めなければいけないというふうに思うんですね。そういう中で、あのこれは他の地域、いわゆるその JR の、拠点駅以外が発展してきた歴史を持つ街ではいっぱいあるわけですけど、そのどこも多くもですね、まあ、いいか悪いかともかくとして駅周辺へのシフトっていうのが どこの街も進んでるわけですね。それはもう時代の流れだというふうに思いますので、千葉においてもですね、中央公園中心周辺が第一 の, その商業地であったということは、今の置かれてこれからの置かれている環境としてそれはやっぱり無理だというふうに思います。それは千葉駅周辺に移行していくっていうのは、これは抗えない時代の流れだというふうに思います。だからといってその中央公園周辺が単純に衰退していいかというと、それはそんなわけはないというふうに思っています。で私たちはその千葉駅周辺に時代の流れとともに商業の中心地がシフトしていくっていう、そのちゃんとした流れは理解しながらも、中央公園周辺を特に中心に今の時代、これからの時代にどこで勝負をしていくべきなのかっていう、まあ、本来であれば国鉄千葉駅が移った時点でそうしなければいけなかったわけですが、まあ、あの少しずつ変化していった中で、あの正直その対応が町としても行政としても遅れているということだと私は思います。私は千葉市の行政を預かった時に、なぜ中心市街地といった時に中央公園周辺に中央公園が点になって、そこから中心市街地を未だに書いているのかということについて大変懐疑的でありましたので、それはもう本来であれば国鉄千葉駅が移った時点で20年計画で移さなければいけないところを、まあ、ずっとそのノスタルジーに浸っている間に、まあ、現実直視する瞬間が今来ているということだと思いますので、まあ、そういう中であの千葉駅の駅周辺に商業コアが移っていく中で、まあ、東口のにぎわいを、中央公園周辺のにぎわいをどういうふうな形で取り戻していくのかということをしっかりと今年来年で業務多くの方と共有していくべきだと思います。まあ、そういう中でパルコの跡地にどういう機能が
まあ、必要なのかという議論をしていく中でですね、まあ、パルコの地権者の方々とも議論させていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。補足になるんですけれども、まあ、駅周辺に商業地が中心化するというのは大学だというお話したんですけれども、まあ、そうなってくると、まあ、千葉ステーションビルが独り立ちするという状況になると思います。まあ、そういう部分で商業者の流れは、まあ、あまり芳しい状況ではないと思うんですけど、それについてはどのようにお考えでしょうか。だからこそ、千葉駅周辺のにぎわいをどういうふうに出すかということだと思いますけれども、まあ、出すために同じことをやったってしょうがないと思いますから、駅周辺で強みが出る分野があれば、そうじゃなくて駅ビルといったような形態ではできえないような、そういうビジネスモデルであったり、経験値体験を提供する場所に中央公園周辺とかを変えていくしかないですよね。だからその独り勝ちっていうのが発想としても間違ってるんですよ。それは今まで目抜き通り国鉄千葉駅があった時から自分たちが中心だっていうふうに言われてきた中で、自分たちのやってきたビジネスモデルにとってみれば JR 千葉駅の独り勝ちかもしれませんけれども、別にそれ以外にも商売なんていくらでもあるわけだから、それは変われってことですよね。ありがとうございます。すみません、ちょっと全然また話変わってしまって恐縮なんですけども、まあ、ランキングにも入ってないんですけど、ジェフチが6年間 J2 を卒業できなかったという状況なんですけど、ホームタウンとしてちょっと一言を伝えてください。いや大変残念ですよね。大変残念の一言につきますけれども、やっぱりクラブ作りをしっかりしていただきたいというふうに思うんですね。その単年でまあ、何ですかね、今年は J1 に上がらなきゃいけない、ただそれだけがクラブの方針になるというのは、まあ、やっぱり J2 になって3年ぐらいだと思うんですよね。もう J2 のチームですから、明確に J1 のチームじゃなくて普通に 常連の J2 チームですから、常連 J2 のチームがどういうクラブになっていくのかっていう計画の中でですね、クラブ作りをしっかりやっていただきたいと思いますし、それはジェフさんも十分ご理解をされてらっしゃるというふうに私は思っていますので、まあ、来シーズンも我々はホームタウンとして、ジェフの応援をしていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。以上です。他にございますでしょうか。すみません、ご指摘ありがとうございました。お考えになっている場合であれなんですけど、今年1年をですね、漢字1年で振り返ったりされると、どんなことを思われるか、どんな感じで。いやー、これ毎回難しいですよね、これは本当に。そう思うんですが、まあ、今年あえて言えばやっぱり飛躍の躍じゃないですかね。躍動であり飛躍の躍ということで、その、まあ、結果が出たのもたくさんありますけれども、どちらかといえば次に向けて、まあ、非常に大きなステップを踏んだ年だというふうに思いますので、なんていうんですね、パラリンピック、オリンピックといったものであったり、国家戦略特区の話であったり、また商業組3分の1削減も、これが次に日清総合所体制のに向けた飛躍でもありますので、そういう意味では躍動の躍であり飛躍の躍が今年1年間を振り返るにあたっては、あえて言えばそうかなと、もっと簡単な感じが良かったんですけど思いつきませんでした。他にございますでしょうか。日経新聞です。重大ニュースに入ってないんですけれども、今年4月に京葉線と臨海線の東北直通運転の調査結果を福島で公表されましたけれども、今後の動きとしてですね、どうやって国の方に働きかけて理解を考えるかというのと、その東北直通運転の必要性ですねについて、市長としてどのようにお考えでしょうか。今ちょうどあれですね、県も調査してますけれども、うちらのやつの今調べやってるでしょう。経済効果ですとか直通でした場合にどんな影響が沿線並びにその千葉市にも影響があるかということをしっかりその市として示してでですね、関係者のご理解ということを地道に続けていかなきゃいけないというふうに思っています。で、今年
一定のその成果をまとめて出したんですけども、引き続きですね、どういった効果がですね、地域に与えられるかというのをさらに精査をしましてですね、直通運転に出てですね、関係者が判断しやすいような、そういう環境づくりをですね、しっかりやっていきたいなというふうに思っています。いい時代的な背景はあると思うんですよね。オリパラも含めてですけれども、その京王線自体のですね、こう輸送力を強化しなければいけない、また東京との結びつきを強くしなければいけないというのは、この数年の中でも大変今機運としては高まっているというふうに思いますので、もうそういう中でオール千葉で、この京王線と臨海線の相互直通運転に向けた、いくつか超えなければいけない重要なステップがありますので、それをみんなで突破するために環境整備をしていくということだと思います。これも県も先頭に立ってやっていただいてますので、我々も我々で遠征しまとめて努力をしていくということですね。他にございますでしょうか。東京さん。東京新聞の内田です。今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。今年は28日に、幸せ島との関係をお伺いしたいと思うんですが、先日発表された時には、市長ご自身は状況を見てまた判断されるということをおっしゃっていたかと思うんですが、結果としては現状としていかがでしょうか。ちょっといくつか残ってるんで出ますけど、早めに帰ります。あれ、副市長が休むんじゃないか副市長、お二人ともそのお考え。私はちょっと業務の調整がついたとは現時点で思っておりますので、このまま明日を迎えてですね、予定通りに業務が終了すれば28日はですね、ちょっと休暇を取らせていただければというように思っております。いずれにしても私も28日特有の挨拶回り、また挨拶受けは全部お断りをしているという状況でございます。アポ取りもノーと。なので外の話じゃないです。ちょっと内部的に少しいくつか持ち越し、年を越すわけにはいかないものがいくつかあるので、それだけやって、私は帰ります。私も調整がつかなかったので一応28時間のことにはなってます。幸せシフトは、取り組みとしては非常にそんな派手ではない取り組みだとは思うんですが、働き方については、世の中に一石を投じる試みではないかというふうに、私個人は感じているんですけれども、賛否両論、あったかと思うんですが、ご感触としてはですね、世の中でどのような反応があったというふうにお感じでしょうか。正直もうちょっと反発多いかなぐらい思っていたので、もちろん反発もございますけれども、基本的にはおおむね大変いい意味でのインパクトを持って、受け止めていただいた方が多いかなというふうに思います。本当賛否同じぐらいでもいいかなと思ったんですけど、ツイッターの方でもつぶやかれていらっしゃいましたけど、追随を検討されているような自治体もあるやに、配属していますけれども、結構発表はされてないけれどもやるっていう自治体がこんなに多いんだなっていうことをよく感じましたね。首長さんとかと会ったり電話したりとか、そういう会話の中で、あれいいよね、うちもやるからっていう方が結構いらっしゃって、全然発表はしないとか幸せシフトっていう名前はパクっていいのかなとかいろんな、どうぞ好きなようにやってくださいみたいな話ですね。それなりには意識をしていただいたのかなというふうに思います。まだまだ認知、されてない、自治体や首長さんもいらっしゃって、その席で何それみたいな話の中で閉まったなっていうような人もいましたので、その辺はまだまだ私たちも努力をしなきゃいけないなというふうに思います。先ほどの賛否両論についてなんですけれども、それは対外的な一般市民の方からの反応ということで、はい、そうですね。はい、ちなみに町内での反応というのはお耳に入ってらっしゃいますでしょうか。じゃあ総務局長は職員の間では大変これはありがたい制度だなということで、これを活用しようという職員は結構あちこちで声を聞きます。ただ窓口は残念ながらやはり区役所等は
まり活用はちょっとできないなということで話を聞いております。職員の方によってやはり何回詰めない部署も当然あるということで、まあ、職員の方によってはそんなに幸せじゃないシフトだなというまあ、永遠に区役所にいたい人にとってみればそうかもしれませんよね。さあ本庁に来るだろうっていう、本庁とかいろんなところに来るでしょっていう人事異動の中でっていう、まあ、今の担当ではそうだけども、いずれなんか回ってくるというそういうの不公平感といったら何も始まらないですからね。ありがとうございます。他にございますでしょうか。日本担当それは日本の平口です。一つ一つにありがとうございます。ありがとうございました。3位に入ってる幕張の、うん、トック指定の関係なんですが、その発表から、まあ、1週間経ちまして、うん、いろんな反応があったと思うんですけれども、まあ、改めて市長の反応受け止めをちょっと聞かせていただきたいんですけれども、うん、まあ、そうですね。そのどうしてもドローンにやっぱり注目いくんだなっていうことで、まあ、分かりやすいから仕方がないかなというのはありますし、まあ、別に注目される分には特に困ることでもないので、まあ、そういった意味では、まあ、大体予想通りかなという感じはいたします、うん、はい、ドローン以外で、あと民泊とかの注目度っていうのはどうでしょうかね。民泊もどうですかね。もう少し具体化してきた中での話だと思います、まあ、特に我々千葉市の場合はまずは明るい新都心でっていう形でエリアをまあ少し限定している形になりますので、まあ、そういった意味ではその何ですかね、ある程度コントロール範囲も含めてしてますので、まだそういう意味では何ですかね、具体的な何ていうんですかね、話、そのどっちかというと懸念的な話とかもそんなに強い感じでは来てないですよね。我々もそこはもうしっかり配慮した形でしかやるつもりはありませんので、あとはちょっと何ですかね、ロボットタクシーとかパーソナルモビリティはちょっと気味合いで、かつニュースでも見たことない方々が結構多いので、ここはまだ多分イメージされないのかなっていうふうに思いますね。反応としてまあ一番大きかったのはドローンで、あとはまあ民泊とか、そうですね、ドローンが95% ぐらいですね。なんかリアクション見てて、まあドローン便利な反面、まあ、安全等の問題もありますけれども、あとまあ民泊についてもいろいろ住民の理解を得なきゃいけない部分もあると思うんですが、まあ、今後来年にかけてそういった、まあ、理解を求めていくようなことを進めていくということなんでしょうか。うん、いきなり飛ばしませんからね、安全な場所で実証実験何回も何回も何回も繰り返して、むしろ事業者の方が慎重ですよね。こういうのは一発起きたらもう終わるっていうのは分かってるわけですから、日本全体でドローンがそうやって使えるか使えないかの命運を握ってるっていうことは事業者の方がよっぽど理解してますし、我々自身も住民の命を預かってる、安全安心に預かってる立場ですから、もう極めて慎重に実証実験を繰り返しながら目的を到達させていくということだと思いますね。はい、分かりました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。朝日さん、どうぞ。すいません、皆さん質問してるんで私からも、まず今年一年ありがとうございます。ありがとうございました。5位のパルコの件なんですけども、はい、スーパーであったり、こう残し上の飲食店を残してほしいという要望書を出されているんですけども、それについてこうどんな話し合いがされているのかとか、どんな見通しになりそうかというのがあれば教えてください。まあ、閉店の発表があってからですね、市も入った形で地元の方の連名で2回申し入れを行っております。で2回目にですね、生鮮食料品のですね、まあ、販売店については継続してほしいという具体的なお願いをしております。ただ今後どうしていくかについてはですね、受けたまりましたというようなお話をいただいておりますけれども、まだ閉店後にですね、どうするかについては検討中ということで、まだお答えいただいていませんけれども、まあ、地元の要望をですね、できるだけ反映していきたいということもいただいていますので、年が明けてもですね、協議は継続していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、以上をもちまして定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。